ダンディーレップシアター。ダンディーレップシアター。正式名称は、ズンデーレパートリーテアトル。略称は、ズンデーレップは、スコットランドのダンディー氏の演劇、芸術団体である。ダンディーレップは、毎年自分たちのオリジナルな演劇作品を、少なくとも6作程度生み出す、演劇団体であると同時に、スコットランドやイギリス、アメリカまで、ジャンルは、ドラマ、ミュージカル、コンテンポラリーダンスや、 クラシックダンス、自動劇、コメディ、ジャズやオペラまで手広い客演活動と多岐にわたる活動を展開している。活動の拠点はダンディーレップアンサンブルで、ここがスコットランド唯一のフルタイムの演劇劇場で、同時にスコットランドの最高のダンス劇場でもある。ザレップとこの劇場は愛称で呼ばれているが、ダンディー市中心部タイスクエアにある。これは、 ウエストエンドの文化的なメッカとなっている。この劇場は、イギリスの地方劇場の中でもトップクラスとの評価を得ており、年間平均して7万人くらいの観客が、年齢や職業を問わず、この地域の在住者だけでなく広範な範囲から訪れる。1930年代、ダンディの芝居小屋は、映画の人気に押されて、次々に閉館し、 映画館に衣替えしていった。最後に残った旅回りの劇団の座長、ロバート・ソー・オンリーは、彼のプロの劇団のためにダンディに高級的な拠点劇場を見つけようと考えた。彼はそこで、ダンディ演劇協会というアマチュア劇団にアプローチした。このアマチュア劇団は、たまたま使用されなくなったジュ工場の建物を購入したばかりのところで、1939年3月、 ソーンリーの劇団とアマチュアのダンディ演劇協会の提携により、ダンディレパートリーシアターが設立された。この時期、第二次世界大戦の騒乱の中で演劇に熱中することは、いささか不謹慎との見方もなくはなかった。しかしながら、劇団は戦争中も毎週レパートリーを上演し、それは1940年代の後半も、さらに1950年代を通しても続いたのである。 1963年6月、火災でザレップのフォレスターズホールにあった拠点劇場が消失するという危機が起き、劇団は一時寝なしそうのように巡業生活を余儀なくされることとなった。結局のところ、劇団はその後の18年間元々の場所に止まったが、一時的な大体の劇場はダンディのロッヒャー通りの昔の教会に落ち着いた。ダンディ市地方議会、 スコットランド芸術評議会との交渉の後、ダンディ大学から寄贈された敷地に建物を建てても良いという合意が成立。その工事が始まったのが1979年1月で、ロバート・ロバートソンがその指揮を取った。彼は長年にわたり、劇団の芸術監督で、新しい劇場の建設、立ち上げについての実地の責任者となった。しかし建設工事は、 物価の高騰とインフレーションのため中断。しかし市民による募金キャンペーンが展開され、6週間足らずで6万ポンド、最終的には不景気の最中にもかかわらず20万ポンドに達し、これによって全ての工事を完成してもあまりある資金が得られたのである。新しい劇場は1982年4月8日にオープンした。完成披露は大成功で、 観客席は455人分の席。観客席とステージの関係では、スコットランドでもベストの劇場との評価を受けた。劇場施設は1984年市民の推薦により、シビックトラスト賞、ザ・シビックトラストアワードを、1986年には RIBA 建築賞を受賞している。ロバート・ロバートソンは、1990年にダンディ・レップから引退した。 1992年4月、ハーミッシュ・グレンが芸術監督に就任。同年、劇場施設の増改修が行われ、地域や学校との提携を深め、ダンス練習所やワークショップ、ワードローブ、リハーサル室などが設けられた。1996年には、イギリス国内の最優秀の演劇集団に、与えられるトマ、マルティーニ賞を受賞。1999年9月には、 長年にわたりスコットランドの劇団では最も野心的な試みの扉が開かれた。これは14人の俳優を高級的に劇団員にするというものである。2003年春、ジェームズ・ブライニングとドミニク・ヒルがハーミッシュ・グレンに代わり共同で芸術監督に就任した。以来、劇場の活動はスコットランドの別の場所や海外でも行われ、かなり様変わりした。 劇団はその名声を高めつつある。2004年には評価協会から作品賞、死刑執行の場面、最優秀監督賞、死刑執行の場面で、ドミニク・ヒル、最優秀男優賞、ジョン・ベット、最優秀デザイン、最優秀音楽賞、いずれも12夜を受賞したほか、それ以外に5つのノミネートを受けた。2004年には新たに100万ポンドを費やして、 スコットランドダンスシアターの建物が完成した。ザリップのオリジナルの創作演劇は絶賛を博した作品を新たなレパートリーに追加している。レップの運営評議会は新しい作品を作り出す一方で古典作品を翻訳、再演してスコットランドの文化、芸術の風土を活性化させることに努めている。劇場にはバーやレストランもあり、バーは音楽、 詩の朗読、芸術作品の講演や展示会場としても使用されている。最近の最も面白い企画の一つは、ブリティッシュカウンシルからの5年越しの未来へつなぐというプロジェクトの一環で、イギリスとイスラム諸国の相互理解を深めるためという名目でシークスピアの冬物語をイランで講演したことだろう。 これは25年来初めてのブリティッシュカウンシルの公演による演劇のイラン公演である。この企画はテヘランの演劇芸術センターの所長でファジル国際演劇フェスティバルの監督のシャリフコーダエへ博士からの要請で実現したものであった。舞台装置は全てイランで作られ、劇団の制作マネージャーのジョン・ミラーが監督し、テヘランのバンデットホールで熱心な観客を前に上演された。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。